けるか。よし。行こう行こう行こう。なんかある？お。大ハードマンだ。なるほど。おう。うん、受注します。依頼の概要のところに注意点を書いておいた。うん。しっかり把握して配送を頼む。はい。まあ、OK するしかないでしょ、でもね。何が違うの？背負う、あ、置く、手に持つ、スーツに行こうって、背負うでいいんじゃないですか。集合。ブリッジスからの支給品としてはしごとロープを用意した。はい。どちらも急な斜面で役に立つが、はしごは川にかけて橋として使うこともできる。うんうんうん。どの荷物をどうやって持つか。マジで登山だね。オッケー。まあ背負うか。え、何これ、スマートドラッグ。あ、スマートドラッグね。背中にはスーツに固定する。どうなってんの。ツールハンガーにかける。はいはい。あ、ツー、ん、うん、え、こんなにあんの。ブーツハンガー、フィールド、まあまあじゃあいいか、これでいこう。ん？背中にあんだよね、これね。はい。はい、じゃあ行こう。オッケー。これ何だろうな、これか。あ、これいいね。はいはい。OK。サム、誰かが立てた看板が見えるか。誰かが立てた。これ？毒ガスエリアとかいろいろあるんだ。え？ルートでいいんじゃないや。えい、重ねてやった。ん？これじゃなくて。うん。これはこれでいいのか。よしよし。これでこっから世界に出るわけね。うん。他の配達人が落とした荷物を見かけることはないか。あれ、橋とかなんなの。落としたら回収するのも命がけだ。そう誰にでもできることじゃない。うん。もし荷物が落ちていたら可能な限り回収して
あ、落とし物って書いてある。これが配送中の荷物にはすべてブリッジズが管理する ID タグがついている。あなたの肩のオドラデフは荷物センサーとしても使える。荷物の ID タグを感知するの。荷物を見つけるにはオドラデフを使うといいわ。よし。あ、BB のストレス溜まってる？もう？BB はどうやって見るんだっけ？どうやってんだっけ？ BB は。ん？どうやってんだ？あ、つけてる。変なのついちゃって。 あれは何？あれはまあいいのか。どうすればいいんだ？ BB、 あ、これで BB を見るのか。で、これで怪しゃいいのかな。えい、こんな感じでどうだ BB。 BB 強いか。 BBこんな感じか。よし、よしだぞ。ねえ、これでどうだ。あんまり暴れながらこう移動すると BB が嫌がんのかね。もしかするとビョン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 飛んだりとかしてたら、こういうことしたとかしてたら BB がちょっと嫌がったりするのかな、もしかしたら。この辺にまあ特にあのはしごだけ何なのか気になるけどね。オッケー。まあまあ結構ここは平らい道だね、大体が。うん、いやこれめっちゃ時間かかるだろうな。こんな歩いてるだけでね楽しそうだしね。なんかある、イースト、何これ。いいねよ、とにかくグッとこう。で、建設を保つ、起動する。これは何が。サム、お疲れ様。うん、誰かの落とし物を持ってきたのね。確かに。あ、ここに置けるんだ。落とし物を届け先まで運べないときは配送荷物を託すから誰かに託すことで残りの工程を他の配達人に。そういうネットのつながり方なんだね。多くの配達人の手を渡っても届け先に到着すれば依頼人の感謝があなたに。オッケー。託すか託さないか。あー、託した方がいいのかね。じゃあね、軽くなるし。うん、とりあえず託しときました。一回ね、託してみたいというのもありますからね。ここを越えていく。これ登れないのか。これも登れないのか。あ、いけるけど。よし、よし。あー、登れ登れ。うん、あっちの方向。あ、いけいけいけ。サム。はい。よし、じゃあここではしご使うか。
じゃないですか。はいはい、おー、いいですね。だいぶ楽になったね、うん、なんかいっぱいあるね。これはしご、あ、これで終わりか。ここに置いていくしかないね。なんかいっぱいあるね、おー、重いこれ。おーおー、おー、重い。おお、いったいったいった。いけない。いけない。泣かないで。ちょっと待って。ビビ。あれ。ビビ。泣かないでビビ。ビビ。ね、ほら。ね、落ち着いた。あい。あい。危ないね。なん。お、ないね。お、あんなとこ。えらい崖ですね。これを使えないの。ちょっとじゃあどうしたらいいのかな。これを装備するっていうのはできないのかな。設置する。下にはできないの。下、あ、そう。おい。よいしょ。え、これ途中までしかなくない？これ。いける？おお。泣かないでビービー。ほら。ねえ、分かったよ、ほら。ねえ、びっくりしちゃったんだね。びっくりしちゃったからね。もう安心してくれたね、ビービーね。はーい。ほら。ほら、指舐めてね。はい。というわけね。
違うね。はいはい。まあ、ダッシュというよりは、基本踏ん張りながら移動した方が良さそうですね、荷物多いときは。よしよし。ちょっと見えてきたね、位置が。よしよし。なんかどういうゲームなんだっていう感じがしますけどね。やっぱちょっと変わったゲームですね。結構ここも その強い流れではないか。はいはい、いけるいける。よしよし、だいぶ近づいてきた。これ時間かかんね、これ。よしよし。メタルギアソリッド5とかね、車とかありましたからね、交通手段というかね。よし。はいはいはい。そう。結構近くなったね。いやー、結構大変ですね。この普通にね、山をこう越えるみたいな、そういうのだけでも結構大変だったりするんで、これだいぶね、やり込むと大変ですね、このゲームね。配信で使うところとかもまたね、限られる気がするんですけど、果たしてどうなんでしょうね。まあ今日ちょっとやってみてね、今後配信でやるかどうか決めようかなとは思ってますけども。はい、来たよー。どうも、配達人ですよー。どうもどうも。はい、お疲れ様です。なんか大丈夫そうっすよ。なんか大丈夫っぽいですけどね。はい。確認してください。大丈夫っすか？まあまあだって。もっと喜んでもらっていいですか？B なんだ。はい。私は遠征隊なんですか？ 私、遠征隊っていうものなんですか？何なんだ？おい。これで情報がつながれると。
お、どうしたどうした、はいはい、つながったと、はい、加盟しました。建設装置で以下が作成できるようになった。ポストを作れるようになった。はい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 、納品、うん、武器作成、ん、なんだこれは。あ、カエル通信を接続したことで他のプレイヤーのデータを取得できるようになりました。はいはい、うん、驚いたよ。本当にアムリが言った通りだ。おかげでここも本来の運営ができる。あんた、このまま西、それはみんな喜ぶ。ああ、そうなんですね。大陸の果てまで行くんだな。じゃあ、あんたはアムリに会えるってことか。えらいことだ。それはえらいことだ。えらいことですか？世帯で、ホログラムのアムリのメッセージを聞いただけだから。うん。それはそうと、この先に。え？人間なんだ。野党みたいな。おお、横にいたの？あ、つながったからこうできるのね。はいはいはい。この先はどうなってる？どうなってます？西には第一次遠征隊が設置したいくつかの施設がある。さらにその先が当面の最終目的地。うん。おう、このポートノットとキャピタルノットをつなぎたいんだが、そのためには途中にあるブリッジズの施設を中継していかなければならない。ポートノットとキャピタルノットは距離がありすぎる。カイラル通信運用のために中継すべき施設は配送センターと風力発電所だ、うん、そこでまずはこちらの配送センターをつなごう。はいはいはい、ここに運んでほしい荷物もある。その配送端末で受注してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼が。これで依頼を、武器作成、カイラル通信がつながったおかげで本部に集積している機材データを使って、おう、機材を出力できる 3D プリンターみたいな。武器装備作成、それぞれ必要な素材があります。その施設が保管している素材を利用できます。はいはい、武器作ってみる。じゃあ、あ、武器っつってもこういうことか。サム、その建設装置でポストが建設できる。はあ、一個もらうかね。バイル、はい、読めないよ。はい、バイル、落とし物ね。落とし物はまあ預けますか。納品、あ、たくそない、たくそ、もう、はい、はい、お、まあ、それでももらえるんだね、なんか。うん。まだなんか受注ある？これね。はいはい。
建設装置って持ってなかったっけ。はい、手持ちの建設装置。ん、ああ西洋でいいんじゃない。いや重いね今回もね。建設装置あるね。はいはい、オッケー。はい、依頼が受注されました。サム、建設装置は準備できたか。はい、指定したポスト建設予定地へ向かってほしい。建設予定地の場所は地図とコンパスで確認できるぞ。あ、ここか。ん？ここね。はい。これルートを作ることもできるのね。じゃあうまくギュ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 ッとこう書いていけば、今最短でギュッて引いちゃいましたけど、はい、いや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 、ファストトラベルとかないのかな。はいはいはい。あ、なんか落ちてる。ん？あ、いろんな音してる。もう雨ついてた。荷物ケースも、ダメージ蓄積される。なるほどね。よしよし、あそこに立ってやいいんでしょ、一旦基地をね。装備する。装備するってどうやってやるのこれ。これか。ん？これで、装備。積んで、ん？建設装備。装備ってどうやって積んのこれ。押してるんだけどね。ん？あ、横をさらに押すのね。はいはい。で、え？あ、
L2 か。あ、これでどこに作ろうかなみたいな。ここでいいんじゃない？はい。こんな風に作れるんだね。すごいね。プリンターみたいなの持ってるわけだ、要はね。すごい。ああ、これです。やったよくやったサボ。ポストの建設に成功した。サム、シェアボックスでは他の配達。うん、はい、わかりました。受け取らないのか。納品もできない。あ、落とし物の届けで。あ、そうなの。まあこんな感じってことね。はいはいはい。で、次がここか。配送センターに届けると。はいはいはい。はい。ということですね。はいはいはい。まあ今回はこんな感じにしておきましょうかね。うん。デスストランディング。いやー、やっとね、ゲームがちゃんと始まったというか、こっからが、まあ正しいというかね。はいはい。このゲームの、まあ、真髄というか、普通にプレイできるようになってきたという感じですね。やっとこっから。はいはいはい。というような感じで、デスストランディング。実況でございました。まあ次回以降ちょっとやるかどうかね、個人的にやるかどうか、その辺はまた考えたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。このままだとスーツ劣化しちゃうのかな。一応セーブしようかな、じゃあ。へいへい、これかな。違うか、これだ。セーブ。はい、こんな感じでいいのかな。まあね、そういう感じですよね。映画を見てるような感じっていうね。はい。だと思います。本当映画みたいな作りですよね。うん、よし、じゃあありがとうございました。次回もね、はいはい。次回もね、頑張ろうね、BB ね。見えるかわかんねえけどね。ねえ、わかんねえけど。はい。というような感じで。デストランディング10回以上でございます。ありがとうございます。よしよし。えいえいしてる。えいえいしてる。えい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 してる。こんな感じを見れるんでね。はい。ああ、あの上のアームが、あやす、あの、回転するカラカラなるやつみたいになってんだね。はいはいはい。えい。さあさあ、じゃあこんな感じですか。Thank you.